あー砂浜この雰囲気いいね。いやいいですね、本当海面もキラキラしてて綺麗ですね。気持ちいいな。この辺どうですか、行ってみますか。行ってみますか。じゃあ僕ちょっとだけ向こうの方で行ってみたいと思います。ずるずると砂浜の感触を感じながら巻いてます。どんどんこう手前に寄せてきてます。やっぱりこう投げるっていう行為がとっても好きなので、でキスってすごいこうそこまで大きい魚じゃないし口も細いからなんかか弱い当たりなのかなと思いきや、ドドドドドンって結構ダイレクトに当たりが伝わるのも面白いですし、ルアーと違って強く合わせすぎてしまったらこう乗らなかったりとか、奥深いこう釣りだなって思ってます。釣れたかもしれない。マジで。いやちょっと、あでもプルプルしてるかなこれは。あれ、あこれキスじゃない。ねごち。ちょっと狙っていたキスではないんですけど、可愛いメゴチが釣れました。メゴチです。若菜さん、これは釣れた。なんかさっきと違う感じの、おお、キスだ。やったー、おーキスが釣れました。いいね、念願の。綺麗。いや綺麗ですね。釣れたキスをお魚観察ケースに入れてみました、うん、すごいね、はい、これはいいですね。下から横から上から、下からも。あ本当だ、綺麗だね。いやなんかこう青紫にお腹のところとか光ってて、そうすごい綺麗ですね。なんかこう透明感を感じるというか、うんうん、白ギスっていうこの美しさが、うん、鮮明に出てね。いいね。